今日は2人だけ、私たち2人だけです。貸し切りです。それもなんか生あったかい風が吹いてるね。10月なの。そうだよね、もう10月なのに生あったかい風で、風が今日は強い予報だけど、まあ、どうなることやら。それで私たちデーンとまた茅ヶ崎漁港ね。今日はアマダイ、英明人得意のアマダイだね。ね、アマダイね、得意でしょアマダイ、昨日は爆釣してたらしいけど、アマダイ爆釣って珍しいよね。アマダイ18匹だ。今日はでも波があるからちょっと厳しいんじゃないかって。でも顔ぐらいは見たいよね。見れるよね。わからない。魚釣りはわからない水物だからな。顔が見れないこともあるかもしれないけど、まあ俺たちが来ると天気も悪くなる。そうだよね、また疫病神になっちゃったりしてな。それはまずいけど、まあ30センチのアマダイを1匹は釣りたい。それで、今日何しようかな。アマダイってあんまりレシピあるんだけど、めんどくさいレシピしかないからあれだけど、やっ煮付け、うん、煮楽でいいじゃないですか。まあそうだね、でも30センチだと煮付けちょっともったいないような。ああ切り身にして煮付けにしればいいんだ。あ、まあそうですね。ね、切り身にして、それで松笠揚げも作って。半身でその松笠揚げとか。ああそうだね。半身を煮付け。あ、それもいいな。骨付きのまま。うん。あ、そうだね。骨付きの方を煮付けにすればいいんだ。そうおお。そうだな、お頭付きで。ああ、でも半分に切らないと俺うちの鍋入らないから。でそんな心配ばっかりしてるから釣れないんだよみたいに言われちゃうけど、今日はあの船長はハマちゃんだから、あのアマダイの極意はハマちゃんに聞けみたいな。貸し切り船なので。貸し切りでね。そうだね、うん。おはようございます。おはようございます。今日はアマダイです。よろしくお願いします。貸し切りですね。貸し切りですね。今日はね、貸し切りですね。なんかちょっとこの船が離れてて敷居が高いというか、このまま水の中にアヒージョしそうな。まあいいや、まだ近くまで来てからで、ね、よいしょ。ありがとうございます。重たいこれ、はい、よっしゃ。今日で、まあ一応後ろの席で、ね、2人しかいないんで今日は英明人と私だけ貸し切りです。おっしゃ、ここで頑張る、頑張るね。いや、立ち上がる一つは地方が今日も風が強くなる予報ですよね。そう、こんなになってんの。今日はそういうことじゃなくて深いところ。いや、で朝白浜狙いたい。朝白浜はい、朝城山狙うんだ。そうか、やっぱり二宮沖だ。いや、大磯だね。大磯、あ、大磯、あ、城山って浅いとこにいるんだっけ。あ、そうかそうか。あ、じゃあ最初は城山釣ってね。城山ってでっかいんだっけ。でかくなる。あ、でかくなんだね。じゃあ50センチの城山釣って、その後30センチのアマダイを 2,3 匹なんて、そんな甘くはないです。アマダイだけにそんな甘くはないぞ。お、じゃあ天秤はこれだ。今日これ、このポニャンポニャンポニャンってね、この天秤で。それで重りは最初はとりあえず65アマダイ用、これね、このピンク色これで、仕掛けはこのライトアマダイ、まあ、アマダイ用のいくつか持ってきたんで、まあ2メーターがいいっていうんでね、仕掛けの長さは2メーターのやつを。で、さあこれオキアミこれでいきます。これなんか今日は酔いそう、なんか、ああ。虹が出てる、あっちとこっち両方出てるよ虹が。いや、それにしてもうねりすごい、虹が綺麗。でも、あ、すごい太い虹だよ、短いけど。これアマダイ釣り厳しいな今日。このうねりすごいよ。なんかアマダイ釣り厳しそう今日ね。このうねりすごいうねりだよ。
それになんか塩の色もあんまり悪良くないんじゃない？良くないですよ。ねえ、結構雨が入ったりしたんじゃない？ああ。はい、いいですよ、58メートルです。やってみてください。はい、いいですよ、50何メーター。あー、やってみてください。やってみます。とにかくやってみます。やってみないと釣りは釣れるかどうかわからないとね。よし、やってみます、やってみます。あー、うねりがすごいからね、これね。すぐ落ちるのか。釣れた？お、でかい。やった。やった。すげえ。おお、さすが名人。でかいじゃん。あ。おお。写真サイズ釣った。A さん、虹が出てるからだ。やったじゃん。うん、当たりガーンって分かった。分かりましたけど細かいですね。ああ、ああ、今度は向こう側に二重の虹が出た。二重の虹、すごい。小雨が降ってきた。ああ、天気は割と あまり良くない条件が。ああ、なんか虹がどんどんでかくなってくる。長くなるっていうんですか。ほら、アーチ型になってきた。あ、完全なアーチになった虹が。あ、雨が降ってきました。虹が出たら雨。あ、雨だね。雨が降ってくるとは。でもシロアマが一匹釣れてる、ラッキーじゃん。ねえ、ああ、修行です。うん、当たりが俺もないよ、全然。餌も取られない。釣れた、アマダイ釣れた。雨の中で釣れました。うわー、修行だ。今日のアマダイ釣りは修行でございます。あ、またかかった、またかかった。雨の中またかかりました。修行でございます。ハマダイだな、これはな、またな。これっぽい。
きくなったか。少し大きい。ああ、なんかかかった。ほらほらほら、またアマダイだな。雨が上がったよ。何時？ほら、8時20分頃、ようやく雨上がった。でもね、もうね、葉っぱの中、びしょびしょ。ああ、マダイだから。修行だったな。葉っぱの中がびしょびしょになると、葉っぱ着てるといつまでももう乾かないよね。気持ち悪い。なんかもうズボンまでびしょびしょだよ。参ったよ。赤いね、今日のアマダイは。色が赤い。またかかった。かかった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 。まあ今日はまあまあアマダイが釣れる日だね。修行ではあるけど、ほら、また釣れた。またかかりました。またかかった、またかかった。ほら、またアマダイだ。あ、いったいった。今度のはでかい、でかい。これはでかい。大きいよ。やったー、でかアマダイ釣れました。ゲロゲロです。でも私はもうゲロゲロモード。やったまた、まあまあの大きさの方が釣れました。また雨が降ってきました。もうね、今日は天気はね、大荒れだよ、大荒れ。でもアマダイは絶好調だよ今日。なんでこんなにいっぱい釣れんのってね。釣れた。今度はまあそんなに大きくないけど、もう海は大荒れ。アマダイ絶好調、釣り人はゲロゲロ。はい、それではね、これで上がっていきます。道具を上げて片付け始めてください。ありがとうございました。あ、今船長から旅館の合図が出ました。今日はでもアマダイは好調でした。でも釣り人はゲロゲロモードです。はい、ありがとうございます。あ、すごい。あ、いいですか、写真。最後ちょっと硬めの釣れ取れてよかったですよ。よかったですよ、これ、ね、でかいのが取れて。それ10匹以上釣れたから快挙ですよ、私が。最初釣れないから、あれどう、弱ったぞって。うん、もうなんか気持ち悪くなっちゃいましたよ今日は、久しぶりに。だからあれ出てこられなかったら帰ろうかって言ってた。いや、なんかね、寒くなっちゃって、あの時すごい寒くなっちゃって、ね、気持ちも悪いし寒いしで。はいはいはい、はい、行きます。行きます。はい、ありがとうございました。はい、あ、やった。ちょっとロマン消えちゃっていいですか。はい、はい、ありがとうございます。はい、よっしゃ。はい、メトロメディコス、持ち帰った。ちょ、こちらでございます。みたいな感じでゲロゲロモードになりつつも、
今回のアマダイ釣り訓練はほら成果が出ましたよ、ね、実りある訓練でした。よかった。見てくれこれ全部で13匹だぞ。それもでっかいのも1匹釣れたよ。念願が叶ったね。ちょっとメジャーが出てみましょうか。これね、30は十分超えてますよ。ほらずーっと来て、ほらほらほら34センチ。なやったよ。他のやつもいつもみたいになんかあのニジマスみたいに小さいのってのはこれが一番小さいかな。ニジマスみたいに小さい、ほら20センチ。でも20センチが最小で、あとはみんなほら結構まあまあいい方だよ。いい方、ほらこれだって25センチあるもん。あ、やったな。でもね、今日はねゲロゲロモードになっちゃいましたね。もう釣り客は2人しかいなかったんですよ。私と A 名人どっちもゲロゲロモードになっちゃいました。雨が強くなって移動するからって言ってちょっと船室にね避難したんだけど、あの後な結構船が揺れてゲロゲロモードになっちゃって2人で、その後30分ぐらいしたら違う釣り場に移動したんだけど、そこでね釣り始めたんだけど、私はまたゲロゲロモードになっちゃってな、船室に引っ込んじゃったんですよ。引きこもったの。その引きこもった時になんかね A 名人がね爆鳥してたらしいんだよ。で船長も心配しちゃってさ、どうしたのみたいな、爆鳥モードなのに何あの人釣らないのみたいな感じで、で早上がりしましょうかみたいな話も出たらしいんですよ。 A 名人はその時にすでに釣抜けしてたらしくて、私もね2回目船室に引きこもった時にはね6匹ぐらい釣れてたんで、まあ早上がりでもいいかって感じだったんだけど、復帰してな頑張って釣って、それで最後まで釣って13匹の釣果を上げることができました。見事でしょ、見事でしょね。じゃあ今日の晩酌の酒の魚はもちろんこの一番でっかい30センチ34センチだったっけね、これをな料理してみましょう。何にするかな、まあ、松笠揚げ、皮を厚く引いて松笠揚げにして、身の部分は昆布締めにするか、刺身。でも昆布締めだとすぐに食えないのかな、すぐ食ってもいいのかな、まあいいや、刺身にして頭は煮付けにしてみましょう、ね、それで他のどうすんのっていうと、このちっこめのやつ、ちっこめのやつがいるからさ、これをさ干物にでもしてみようかな。これはあのメインチャンネルの方では紹介はいたしませんけど、でどうせ干物にするなら草屋にしてみようじゃないの、草屋干物。アマダイを草屋干物にするかみたいな感じだけど、検探隊はしちゃうんですね。でこっちの方はね、そうだな、また例によってサブチャンネルで紹介することにいたしましょう。じゃあこの34センチの一番でっかいアマダイ、これをさばいていくんですけど、今回も松笠揚げを作るんでね、引いた皮はだから鱗は取れないんで、このままねさばいていくんですけど、まずはね内臓とエラを取っちゃいましょうか。この調理バサミでお腹を裂いて、なんかその方がいいような気もするんだけど、これでエラをねこう持って引っ張り出すと、エラについて内臓が一緒に取れるんじゃないかな。ほらこんな感じで内臓が取れました。まあ、内臓は捨てちゃいましょう。そしたら一回このお腹の中はきれいに洗いますか。でここについてるのが浮き袋の膜、バスじゃないから浮き袋の膜は裂いたって油なんか出てこないと思うよ。これほらこれ裂けるバスと同じようにね。でも浮き袋の膜のこの付け根には何もついてないわ。じゃあお腹の中きれいに洗いましょう。こんな感じでお腹の中きれいにしました。そしたらこれさばいていくんですけど、この松笠揚げを作るときには
鱗の表面を絶対乾かしちゃダメなんですよ。ですからね、さばいたこの鱗の表面、皮の部分、これを乾かさないためには、今回はね、こんなものを用意しました。これ、この魚がぴったり入るぐらいの大きさのこのトレイ、その上にこれ、サランラップをね、こうね、敷いたもの、これをね、傍らに置いてから、用意してから、さばき始めるといいと思います。じゃあね、さばき始めましょう。まずは、そうだな、頭を落としていきますか。鱗を取らないようにね、なるべく、絶対取らないようにね。難しいんだけどね、これね、鱗って硬いから。でもこうやって、こう切って、でも釜の部分は頭と一緒に煮付けにすればいいと思うんで、こっちにくっつけて、ね、こう、こういうふうに、こういう感じで切ったら反対側も同じように。鱗がついてると本当にね、さばきづらいんですよね。こんな感じで背骨まで両側包丁入れたら、背骨を切り離すときにはですね、これこの調理バサミを使うとね、私たち素人は簡単に安全に確実にできます。こんな感じでほら、ね、これで頭が取れましたね。頭は半分に割って煮つけように。じゃあこれはどけときます。そしたらこれ、この胴体の部分、これをね、三枚おろしにしていくんだけど、この時もね、ここに鱗がついてるからね、結構さばきづらいですよ。鱗って硬いんで、とにかく。で、そういう時にはね、ま、ここだけ鱗取っちゃうっていうね、そんなね、ネットの記述もあるけど、この調理バサミでね、包丁を入れるところをね、あらかじめ、この、切っておくのね、皮を。皮に鱗がついてるでしょ？だから、こうすると、鱗に邪魔されずに身が切ることできるんで、ね、こうやってここまで、反対側もこっちをギリギリのところでこの切っておくとね、こんなことですね。そしたらお腹側も同じ、ここもこのヒレのギリギリのところで切っておくと、皮をね、皮だけ。反対側。よし、これで準備完了。そしたら三枚おろし、皮をつけたまま。結構やりづらいんだよね、この鱗がついてると。前進するんだけど戻らないの、あのまな板の上でね。こんな感じでね、あばら骨を残して全部こう切り取ったら、ドラッグバスと同じだね。大きい魚はあばら骨硬いから、この調理バサミでね、あばら骨はこう背骨から切り離すと。これがね、結構安全で簡単で綺麗に作業ができますよ。こんな感じ、ほら。こんな感じ。これでほら、二枚おろしになった。結構綺麗に二枚おろしになったでしょ。でこの後であばら骨はすき取ればいい。まあこれは置いといて、じゃあ反対側も同じようにやってみましょう。
ほら、こんな感じで、きれいに三枚おろしになりました。もちろんこっちは、鱗がついてますよ。ね、じゃあ、この中骨はね、これも頭と一緒に煮付け用に回しますか。そしたら次はですね、このあばら骨と、ここにヒレがついてるから、ね、このヒレは取っちゃいましょう。これであばら骨取れました。で、このあばら骨も、まあ、身がついてるからって言えばこれ煮付けの方に回すんだけど、こういう風に煮付けに回すとね、煮付けがかなり増えちゃうんだよね。でもいいや、煮付けに回しましょう。そしたらこれね、このヒレの部分もこの辺骨が入ってるからね、この骨と一緒にヒレは取ってしまう。で、これも耳っちいけど、まあ煮付けに回すかね。これで大体こう骨が取れましたね。で、汚いところはこう掃除すればよろしいと。この状態で、じゃあ先にこの皮を引いていきますか。鱗つけたまんまでね。じゃあ皮を引くときにはこうグレードの薄い刃物、まあ刺身包丁とかでもいいんだろうけど、私はフィレナイフでこれでね引いていきましょう。まあ今回は松笠揚げにするんで、身は皮の方に少し残ってた方がいいのかもしれないけど、まあこの辺は出たとこ勝負だね。こんな感じで皮は取れたはず。あ、失敗してるね。少し残ってます。っていうことはこっち側はこんなになっちゃった。でもまあいいや。ね、これは松笠揚げにするんで。で、この松笠揚げにするやつはこの皮のこの鱗の方を下にして、さっき用意したこのラップを敷いたトレイにこういうふうに下向きに置いておきます。じゃあこの失敗したとこ、ここもね、取りますか。取れた。結構皮はこの血合いの部分にがっちりくっついたんだね、これね。でも取れました。こういう風にね、お刺身をこっちが、それでこれが皮、ほら皮ちょうどいい具合に、でもこの真ん中の残った部分は身がくっついてる。じゃあこれもね、鱗を下にしてこのラップの上に置いておきます。こんな感じで皮が取り去れました。そしたらこっちのお刺身用のは、ここの真ん中に血合い骨がついてるので、血合い骨だけは取り去りましょう。これで血合い骨の部分がこう細長く取れました。これも身がついてるんで煮付けですか。みみっちいね、しょうがないね。煮付けに回しましょう。じゃあこれでね、いわゆる柵取りが完了しました。あとはこれ昆布締めにするなら昆布締めに、昆布でこうピッと水を抜けばいいんだね、水分をね。これもね、うん、まあそんな風にしますか今回は。そしてこんな感じで
一匹すべて柵取りまで終わりました。これそしてこちらが皮、もう一枚の方はうまく引くことができました。でこの皮はね、とにかくあの鱗を絶対に乾かさないようにして、まあ、こ大きいままだとなんだから適当に食べやすい大きさに調理バサミで切ってから油に入れて、ちょっと高めの温度がいいのかな、それで揚げれば松笠揚げになるはずです。もうこれはね何回もやってるんで絶対松笠揚げになります。それでは柵取りしたこの甘鯛を昆布締めに仕上げていきましょう。まず用意するものはこれ、これはね極薄の昆布ですね。白板昆布っていうそういう名前で売られてますね。ネットとかで買えます。あのサバのバッテラ寿司、あれを作るときになんか上によく乗ってるよね、あれですね、極薄、これをね使います。もうこれ結構簡単なんで、素人はねこういうのね利用したらいいと思います。で用意するものはあとこれ、この柵が入るだけの大きさのトレイ、そこにこうキッチンペーパーをね敷いておきましょう。でこのキッチンペーパーの上にまずこの柵を乗っけましょうか。じゃあこれね、まあどっちを上にしてもどっちを下にしてもいいのかもしれないけど、まあよくわからないんで、この皮目の方を今回は下にしてみる。皮目の方ね、こうやってこんな感じで、まあなんとかこのキッチンペーパーの上にこうほらぴったりと乗っかった。そしたらここに塩を薄くかけましょう。今回使う塩はこれはね高級な塩、伊豆大島の海のせい荒塩ドライ。これ結構ねこう顆粒状になっててかけやすいんで、これをねあまりかけすぎるといけないだろうから、ちょっとだけこうかけて、こんなかな。そしたらこれ指でこうなぞって撫でてちょっとね伸ばしましょう。こんなでいいかな。そしたらこのバッテラ昆布、これをね出して上にね敷くんだけど、本当にね極薄だよ、紙みたいね。これこれほら結構高いんだけど、これをねここに全部こうピタッと隠れるぐらいな感じで、それでいて高いからあまりはみ出すように使っちゃうともったいないんだ、これすごい高いんだからね。だからまあその辺をうまく考えてこう置いていきましょう。少しぐらいはみ出すのはしょうがないか、ね、でもこういう感じで隠れるよ、隠れないと昆布のうまみがくっつかないだろうか。うん、4枚じゃいかないなこれな、うん、やっぱり4枚、5枚だけど最後に残ったこの部分がちょっと足らない、そういう時にはこれ切ればいい、紙みたいなやつだからこう普通に文房具のハサミで切れるんで、これで切ってね、それでここに置く、隠れるよ、こんなで、でこう押さえればいいんじゃない、こういうふうに押さえとけば、こんな感じね、こんな感じで、あとはなんかビニール袋に入れて冷蔵庫で寝かせりゃいいんだけど、なんだよ固めんかよしょぼいなっていうやつが必ずいるからな。そういうやつがいた時にはだな、わかったよ、じゃあ両面に昆布くっつけるよって、そうなった時にはな、これをなこのまな板の上にな、まずせーのでささっこうね、そしたらまあもうキッチンペーパーいらないから、キッチンペーパーの代わりに昆布くっつけるんで、これは取り去ってしまって、ここにねもう塩は裏面にこう塗ってあるからいいやね、ここに昆布をくっつけましょう。じゃあこれな、白板昆布高いのにな、飛んだ浪費になってしまったな、まあしょうがねえ、まあしょうがねえ、美味しくするためだな、うん、我慢します。こうやってね同じようにここにくっつけて、こんな感じ、やっぱりもう一枚はここの部分がちょっと長めになってるんで、これを足んないから、これじゃ足んないから、やっぱりこのハサミで切って両面5枚ずつ、10枚も使っちゃったよ、贅沢だな。まあでも高級魚だからいいよね、しょうがないよ。こうしてこうして、これで押さえて押さえて押さえて、じゃあ最後にこれ、このチャック付きの袋、もうトレイがなくなっちゃったからな、まあ、トレイにまたこれ移してもいいんだけど、チャック付きの袋になんとか頑張ってこれを入れりゃいいね、入れれば、どうやって入れよう、どうやってこう、こっち側からズリズリっと、
あ、引っ張れない。うん、このまな板ごと何冷蔵庫に入れるのみたいな感じだけど、それはないでしょうね。なんとかこれにうまく入る方法ないかな。え、なんか考えてくれよ。あ、ね、なんかいい方法ないか。おい、これじゃあこういうのはどうよ。こういうほらね、ヘラヘラというかチャーハンとか作るときなんか裏返すやつか、焼肉作るとき裏返すやつか、卵焼きとか。やっぱりうまくいかないな。うまくいかないよ、ほら。うん、ダメじゃん、ダメじゃん。分かった、いい方法思いついたよ。まずはこのラップを、ラップをここにこうビャーってくっつけりゃいいね。ラップをここにこうくっつけて、そして向こうにちょっとだけこう入れて、入れて、こっち側もちょっとだけ入れて、入れて、ね、入れた。これなら、せーので裏返せんじゃないの。せーので裏返さないか。せーので。これでも失敗したりして。せーの、そら、ほら、ほら、裏返った。ね。できたよ。やればできる。まあ、こんな感じでね、密封された。でまたこっちに裏返してこう端っこはね、こうする。こうすればもう結構一体化して、ほらほら、こうやって裏返すね。こうしてからこのなんかジップロックみたいなね、これチャック付きの袋に入れてやりゃいいんじゃないの。こうやった、ほう、やればできるな。やればできるよ。ほら、こうやって入れて、それで空気抜いて、ね、よーく空気抜いて、それで冷蔵庫の中で、まあ今晩の晩酌で食うからこれ全部食うわけじゃないけどね、ちょっとだけ。あとは残ったのは何日か、少しずつこうなんか味の変化を楽しみながら食ってきゃいいんじゃないのこれね。そうだよね、うん、よしよし。そして最後、このアラの煮付け、頭はねこう半分に割りました。あとこの中骨とかね、なんか血合いの部分とかあばらの部分とか、そういうのね、このフライパンを作るとね、結構煮付けは煮汁がこうかけやすいし少なくて済むんで、今回もフライパンで作ります。それで入れるもの、入れるものといえばもちろん生姜は必要で、あー出ましたね、期待通り、やれの生姜だよ。なんだこれ、もう使いかけのこんなちっこいの、うん、これをねちょっとだけスライスして、それと私は辛いものが好きなんでと言ったら出るのはもう分かっておりましょう、分かっておりましょう。もちろんこれでございます。今回2種類ね、これ唐辛子、青い唐辛子と黄色い唐辛子、赤いのもあるよ。でもみんなレアだよ。だってこんな小さいんだよ、ほらこれね。もう説明しなくてもいいよね。硫黄島の島唐辛子、硫黄島唐辛子でございます。あの絶海のこと、東京都の硫黄島だよ。あの第二次大戦で玉砕してしまったという、あそこに生えてる、自生してる、草のように生えてる唐辛子なんですよ。これをね、こんだけ、こんだけ自家栽培ものだけど、こんだけ使います。それともう一つ、これはなんだ、これはなんだ、この黄色いのって。これも唐辛子ですよ、黄色いの。珍しいでしょ、黄色い唐辛子。これはブラジルの激辛唐辛子、ピメンタデシェロにてございます。普通はこの大きさなんだけどね。もう一個、こんなちっこいのがなってたんで、これも自家栽培ものなんだけど、これをな、香りがいいんだよ、これ。これをな、こんだけ使ってみる。それでは、煮付けの準備をいたしましょう。準備といっても簡単。まずこの、やれの唐辛子。これはスライサーで、適当に。あまりたくさん入れてもしょうがないけど、このぐらい。それで残ったこれはっていうと、やれなやれになるわけですね。うちに取っておきます。それで次、この硫黄島唐辛子、レアもの、これね、これ赤くもなるんだよ、ほら。これがだから成長した大きさなの。ちっちゃいでしょ。唐辛子っていうのは切らないと中がこう、中が辛いんだよね。だからこう適当に切って、まあ半分ぐらいでいいんじゃないの、こう切って切って、それでこう入れると。こちらね、黄色いピメンタデシェロもそうです。まあ切れば、とにかく中身がこう出るような感じで切ればこれで OK。 そしたらあなたはここにこの酒、酒、酒はね、箱の酒で、安い酒で、酒を入れて、みりん、次はみりん、みりんね、みりんを入れて、そして最後に醤油、醤油、醤油を入れてね、まあ醤油入れすぎるとしょっぱくなるから、まあ適当な量でこのぐらい入れたら、これで火にかけて煮れば出来上がりですね。ほー
い、そして晩酌の時間にてございます。祝賀会でございます。見てください、今日のおつまみもすごいよ。三品三品ね、すごいでしょこれ。昆布締め、まあ3時間ぐらいだけどね、昆布締めしたのは。あとこちら、ウミケムシの素揚げじゃないよ、松笠揚げ。見てよ、ほらよく見てよね。ウミケムシみたいになっちゃったけど、ちっちゃく切って揚げたから。でもほら、ちゃんと松笠状にこの鱗がね、上がってるでしょね。もう完全マスターいたしました。それとこちらはアラの煮付けにてございます。アラの煮付け、ほら、おお、なかなか天台くんとぼけた顔してるね。うん、いいぞいいぞ、いい味出してるよ。それでは早速食ってみましょう。これですよ、これですよ、これですよ、これですよ。まずはどれからいく、どれから。ん、やっぱりこの昆布締めいってみますか。このね、白板昆布でやった昆布締めね。まあ普通の熱い昆布を使うときにはなんか日本酒でもって拭くんだよね、この昆布をね。でもこれ白板昆布を拭いちゃったらさ、なんかちょっと変な風になっちゃうだろうから、そのままやったんだけど、まあいけんじゃないのこれで。昆布のまま切るのね、結構ね大変なんだよこれ。大変だった。うん、でもね、まあ一応切った、もったいないから捨てちゃうのね。だからこれ昆布がついてるのね。これをまず何もつけずに食ってみる。塩も振ったからな、しょっぱいはず。いきます。うん、うまい、うまいよ。やっぱり白板昆布ってさ、なんだ、粉吹いてんじゃん。あれはやっぱり調味料のなんだ、味の素と同じ成分なんだろうな、あれな。うん、うま味の素なんだ、グルタミン酸、ナトリウムだっけ、あれじゃないの。そうだよね。うん、もう一個いきます。うん、うまい、うまい、うまいよ。うん、何もつくずに、うまい。まあ一応ね、刺身醤油も用意したんだけど、垂らしたらいいかなと思ったけど、なんかこのまま食ってもいいな。やっぱり塩味ついてるからね、ちょっとだけ。で今度はこっち、こっちもまずはウミケムシそのまま食ってみるか。ウミケムシじゃないんだけどさ、ほんとウミケムシの唐揚げみたいで、ほら見てよこれ、これほら裏側にちょっとだけ身が残ってるけどね、これが味噌なんだけど。ウミケムシいきます。うん、ほら、うん、サクサク音聞こえますか。サクサクだよ。うん、サクサクに上がってる。肉もね、あ、かけるなら塩かなと思って、この伊豆大島の美味しいお塩、海の瀬嵐塩ドライ、これ用意はしたんだけどね、これはちょっと塩かけた方がいいかもしれないね。実はこれね、これほら、嵐塩ドライって、なんかドライタイプの顆粒っていうのかね、なんかね、特殊製法だよね、これ。なんかな、普通の塩とはちょっと違うんだよ、形が。内容が違うっていうか、その成分が違うんじゃなくて、ほら、形が。白い乳白色というか、なんかこれね、細かくどういうふうにつくんだろうな。伊豆大島の多分門外不出の秘密の製法かもしれないけど、これを知ったら伊豆大島からは出られませんよみたいなね。そうやって伊豆大島の住民がどんどん増えちゃうのかもしれないけど、まあいいまあいい、そんなことはないと思うけどな。これじゃあ今度食ってみろ。これここ、ほらここ、ここ身がほら結構ついてるね。でこれサクサクで安、うん、サクサクだ。うん、やっぱね、塩かけると一味違うな。うん、でもそれにしてもこのサクサク感はたまらんな。うん、贅沢だよ。うん、うまいうまいうまい。じゃあ最後な、ちょこちょこっとこの煮つけ食ってみるか。これはね、もうね、食うとこね、そんなにないと思うんだよ。このなんかほら、中骨っていうかな、血合い骨のとこ、血合い骨とかね、骨があるからね、バクっていきたいけど、甘鯛の骨硬いからな。うん、ちょっとこれ食ってみるか。うん、まあ噛む方向さえ間違えなければ、血合い骨短いからいけるな。いける、いきます。うん。でも、まだ上品な味だよ。これ、ピメンタでシェロと硫黄と唐辛子とヤレの生姜。これだって食えば食えるけど、これはね、食ったらね、激辛だからね。この唐辛子はやめといた方がいい。顔いくか？愉快な顔してんな、お前。口が特徴だよね。これね、なんか困ったような。この口と目のこの関係が。なんかさ、釣った時もそうなんだけど、困った顔してんだよね。お前何困ってんのみたいな。確かに釣り人に釣られて食われちゃうからすごい困ってんだろうけどね。人生で一世一代の大困りなんだろうけど、まあな、それはしょうがない。これほら、なんか頬肉、頬肉、ほほほ、いきます。うん、まあ、なんかなんか頬肉には骨が入ってた。これこれ なんだか、これほら、頬肉のところに骨を出すとこがないから、この頭のこの辺に置いとくね。頭のとこどうだろう。この辺はほら、なんか
おでこのとこっていうの、皮が厚いんだよね。皮、皮だって美味しいだろうきっとな。ほらほら頭のとこ、ここここここほらここほら皮が取れた、皮がプリッと取れた。じゃあこれをな、この生姜、煮た生姜と一緒に食うのがおつかもしれないよ。いきます。うん、うまい。なんかとろっとしてる、とろっと。もう食うとこね、そんなにいっぱいはないよ。うん、とにかく中骨のこの辺だってちま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 食えば食えるし、この最後に汁を、まあ貧乏ったらしいけどご飯にかけて食うと、ずるずるいっぱいご飯食えるかもしれないけどさ、あばら骨のとことかもね、こういうとこ、うん、まあでも酒の魚にはちょうどいいよ。いつまでも、あるからね、酒が進む。酒飲みすぎちゃう、あばら骨のとこはね、バクっていかないで半分だけ食う。ほら、そうするとこういうふうに出てくるからな、うん、こういうふうに出てくるから。そしたらこれ本当はここ持って、手で持ってこれ引っこ抜いちゃうのがいいんだ。ポツ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 と、まあいいや、こう置いとく、後でやるっていうね。もう片手は俺カメラ持っちゃってるからよな、うん、これな、いきます。うん、これも骨が、とにかくあらは骨があんのと、この甘鯛は骨がね硬いから、とにかく硬いんだよ。この顔に似合わず骨硬いやつなんですが、こうやってな、うん、でもうまい、うまい。今日は比較的大きい甘鯛が釣れたから、こういう贅沢な甘鯛尽くしの料理3品が作れたね。よかったよ。じゃあここらでお酒といきましょう。甘鯛尽くしだからお酒はもちろん締めたい日本酒でしょって感じで、今日訓練だったよね。泣いちゃいそうだったよ。泣いちゃいそうっていうかゲロ吐いちゃいそうだったよ俺。あ、まあ久々にあのなんか酔ったね、酔った。あんだけ本格的に酔ったのはメグリンさんと一緒に会長図とかいうね、なんかアプリの宣伝のビデオみたいなやつをね、撮った時にゲロゲロになったことがある。ゲロゲロってか吐かなかったけどね、もう乗ったらすぐになんか酔っちゃったんだ。それ以来ですよ。じゃあそれ以来のな、それ以来のゲロゲロモードになりそうになった今日の兆候をね、祝して、あ、このちっこいギアマンのグラスでな、菊水の辛口、これをいただく。これ米どころ新潟のお酒でございます。いただきます、いただきます、いただきます、いただきます。あー、やっぱ甘鯛尽くしにはチベタイ日本酒に限りますね。うまい、これうまい、うん、なかなかね、うまい、うん、うまい。もう一杯、すまねえな、すまねえな。最近コーヒー2杯飲むことが多いな、うん。でもまあちっこいからな、グラスがな、うん、な、湯飲みで飲んでるわけじゃないから。いきます。あー、こりゃうまいよ、こりゃうまいよ。ありがたーす、ありがたーす、ありがたーす、ありがたーす。いやー、でもね、今日はね、やっぱりあの最初に見えた虹ね、虹、あれが勝利の虹だったんだな。それで試練の虹でもあったんだ、あれはな。両方の虹だったんだよ。でも綺麗だったけど、その後ね、まあ波がそんなにすごくもなかったし、雨もまあすごかったな。一時雨の方がすごかった、じゃーって。でもあれも瞬間的だったけど、カッパの上着が濡れちゃったっていうか、ゴアテックスみたいに通気性じゃなくて水が漏れる浸透性になっちゃったからさ、もうあれ買い替えだな。気持ちが悪かったね。船が揺れて船酔いで気持ち悪かったのもあったけどね、あの相乗効果だったよ。カッパの中がぐじょぐじょになって気持ち悪かったの。本当に参りました。でも釣れてよかったです。てなわけで、今日の動画はこれにて終了です。それではまたいつか、船釣りファンの皆さんとは、訓練&美味しい晩酌の船釣り動画で会いたいですね。それでは皆さん、ごきげんよう。